これは一応だからご説明だけちらっとっていうのは、あのすごい安いんですよ。だからあの話したように、あの今までのこういうものは、まあ、最低でも何百円かしかないんですけど、あのこれはね、もうあのこれは電源なんですよ、はい、でここはアンプなんですね、はい、でここは音のデータで、ここで音作ってる、これがプレイヤーなんですけど、これはもうあの一番こう安い CPU ってやつで、あの最弱、もうあのそうだな、リモコンなんかにこう入ってるやつよりもっと安いぐらいの、一番安い、一番安いんですよ。一番安いやつで1個だけで、しかも他に何の回路もいらなくて、ここはアンプなんでも大きくするだけなんです。こいつだけでプレイをしてるっていう、まあ、これが音のデータなんですけど、はい、これしなんか、あ、なるほどなるほど、これを変えたら音楽がいろいろって、あ、なるほど、すごい。で、これ1個でも、ね、30セントぐらいなんですか。あ、もう始める。あ、こっちね。あ、ちょっと見てしまった。すいません、焦らしてしまった。なるほど。紹介していただいて、まあ、ご紹介していただいて、なんでかっていうと、だからこれ安いんで、いろんなところに組み込めるわけじゃないですか。うん、もうまあ、要は30円なんですよ。30円とか30セント、まあ、40円弱、40円弱でプレイヤー。しかも CD 以上って。はい、ぴったりから。あ、これが。よろしくお願いします。あ、なんか話してもらう。もうちょっとマイク近づいた方がいい。あ、もうちょっと近づいて。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、ちょっと途中で寝ぼけないように。すいません。こんにちは、ひよっこの部屋のお時間です。本日のパーソナリティみすずちゃんだったんですけれども、出産準備もしくは、ハワイ逃亡もしくは、お小遣い稼ぎにバイト中、なんか理由はわからないんですけれども、2ヶ月ほどお休みをいただいていまして、代わりに私ひよこ三四郎と、それだけでは心もとないので、来年ですね、新人女優としてデビューするマリノさんにお越しいただいていて、あともマリノさんに全部任せようかなと思ってるんですけれども、はい、ご挨拶を。はい、皆さんこんにちは、マリノです、よろしくお願いします。今日ちょっと素敵な場をいただいたので、楽しんでいきたいと思います。三四郎さんも一緒によろしくお願いしますよろしくお願いします。で、やっぱりこの軽快な音楽いいですね。この後の4時からのひよこ反省会の時間はなんかこうしんみりとしててなかなか乗れないんですけど、こう美しい方と軽快な音楽に乗って、お送りしたいと思います。本日のゲストがまたすごいゲストをお呼びしてるんですけれども、はい、実はですね、もうお忙しい方で、もう無理を言って来ていただいたっていう、もう偉大な沖縄の経済界と 3D プリンター界の、ドンボセンゼで、まあ、1、2ヶ月前に出てくださいねって言ってメールで、あ、なんか梨のつぶてというか、でいじけてて、もう今日ゲストもいいやと思ってゲスト来ませんでしたって言って、もう武田さんの悪口大会をしてたんですけどすごい、なんかさっき30分ぐらい前に本当にやるのみたいな電話が来てなんで、はい、
はい、来ていただいたということで、武田さん、すいません、プロフィール送っていただいてないんでちょっと、はい、なんかとにかくすごい会社の社長さんで、はい、プログラミングもしたり 3D プリンターの、あれこれをそこはかっとなく、はい、ちょっと自己紹介もじゃあ、はい、はい、お願いします。はい、はい、今あ、はいはい、あの私あのインタラクティブラボラトリー沖縄 の、 あの武田と申します。ですね、まあ、もともとあの私の方はあの、ナムコっていう昔あのゲームの会社がありまして、そちらの方にあの、まあ、あの最初勤めてですね、あのゲーム機とかの、まあ、システムとか、まあ、それからゲーム自体とかも含めてあの開発を、まあ、ずっとやっておりました。で、まあ、あのちょうどその頃ですね、なんていうでしょう、まだあの日本ではあの 3D みたいなゲームっていうのはあんまりない時代で、アメリカの方でちょこちょこそういうのが出始めたかなっていうような時代でですね、ちょうど今あのスターウォーズってやってますけど、あれの初代の、スターウォーズのゲームっていうのがですね、あったんですよ、ゲームセンターに。だからそういうのが 3D であってですね、すごいかっこいいゲームだったんで、あの今でもあのオールドゲームファンの方だと、あの、うん、あーっていうぐらいのなんかすごいいいゲームがあって、うん、それに大学時代とか結構ハマっちゃってですねあの毎日のようにやってたんですけど、まあ、それでこれからはゲームであの 3D の時代かもしれないとか勝手に思い込んで、まあ、それであのナムコに入らせてくださいとか言ってですね、あの無理やり入ってですねであの、まあ、ちょうどそしたらナムコでもそういう 3D のゲームの、 あの基礎研究開発をちょうどやってたんですね。で、ああこれはぜひやらせてくださいということで、あのちょっと入らせていただいて、まあ、ちょっとプログラミングのところをお手伝いするところからやってたんですけど、実はその頃 3D のゲームっていうのはまだまだあの創世期でほとんど何にも、まあ、出ないっていうかちょっとしたカクカクしたものがすごいゆっくりカコカコって動くみたいなそんな世界だったので、はい、まあ、やってるうちにですね、あれなんか人がどんどん減っていくぞみたいなです、ね、あれ上司がいなくなっちゃったぞとかですね、あのそんな状態だったんですけど、でいつの間にかそしたら、まあだからプロだけじゃなくてお前基盤やる人いないから基盤も設計してくれよとかですね、あの性能が足んないからちょっとあの IC っていうかプロセッサーっていう CPU っていうものとかですね、そういうのもいっぱい乗っけて、いっぱい乗っけたら早くなんじゃないのとかそういう適当なことを言ってですねでそういうのもまあいろいろ作って、であのまあなんとか世の中に出ていったのがあのウィニングランっていうあのナムコのゲームですね。でまああのまあ、そんなにだから今見たら 何このしょぼいゲームみたいな感じなんですけど、あの、まあ、その辺を出して、でもっといいの作ろうよっていうことで、あの、まあ、中でね一生懸命盛り上がって何人か、まあ、数人なんですけど一生懸命作ってですね、で、まあ、世の中に出たのがあのリッチレーサーっていうゲームがちょうど出て、リッチレーサーっていうゲームはおかげさまであの、まあ、プレイステーションのシリーズとかではあの結構毎回あの初っ端に出るみたいな感じ で、 あ、そうですね、かなりたくさんあの売れた商品なんですね。でおかげさまで、まあ、それで、まあ、世の中的には 3D がちょうど広がりましたし、まあ、私もそういうのであの、まあ、いろいろシステムなんかを、まあ、作っていたんですけども、まあ、そうするうちに、まあ、今度はあのまあ、私なんか新しいもの好きで次から次へと変なとこ行っちゃうんですけど携帯のゲームがちょっと面白いぞみたいな話があってですね、ちょうどそれはあのちょうどドコモさんで i モードっていうのが始まったんですね、はいはいはい、i モードがちょうど始まって、その時はこんなちっちゃいこう画面のとこにあのちょっとだけ絵が出たりするんですよ待ち受けの絵が出たりとかはい、はい、でそこにちょっとゲームを入れてみたら面白いんじゃないのっていう話になって、実はそれはですねあの今だと当たり前なんですけど、いわゆるインターネットに常につながっているいわゆる常時接続のインターネット環境っていうあのすごいちっちゃいんだけどそれができてるっていうすごい面白い世界だったんです。へえ、そうなんですよ。だからそれは、まあ、ある意味すごいちっちゃい画面であの、まあ、3D の世界だとねこうすごい広い画面でこう大きく遊ぶんですけど、こんなちっちゃい画面でもなんかひょっとしたら将来的にはすごい面白いことができるかもしれないねっていうことで、あの非常に魅力を感じてそっちのチームに入れていただいて、で、
それで、まあ、あのゲームいろいろ作ってですね、まあ、あのちょうどナムコって昔あのアメリカでパックマンっていうゲームとかあったじゃないですか。はいはいはい、有名ですね。でちょうどあのそういうパックマンとかをだからじゃ あの携帯の中に入れようよみたいなですね、うん、あのそんなようなこともやってまして、あの時もちょうど、まあ、なんだろう、4月ぐらいにこう発売なんでそれまでに作んなきゃいけないっつってですね、うん、あのもうお正月返上で見たてあの作ったりするっていう思い出があるんですけど、はい、あのそんなことをやってるうちに、うん、まあ、あのそういうゲームが、まあ、携帯ゲームすごい面白いんでやっぱりね、うん、どうって、まあ、今でもものすごい売れてますけど、うん、その頃ももう火がついてドーンって売れて、はい、あのなんていうでしょう、サーバーがどんどん落っこっちゃうんですね。あのドコモさんのサーバーとかがバンバン落っこっちゃう時代で、うん、なんか社会問題化しちゃったみたいな時があって、うん、まあ、ちょうど我々がちょうどその辺を、まあ、出すとなんかバーンと落ちるんで、うん、また落ちたみたいな、また落とされたみたいな話で大変だったんですけど、え、まあ、おかげさまで、まあ、そちらも結構売れたんで、あの、うん、私の方でちょっと独立させていただいて、うん、あの会社を一個作って、はい、まあ、その時は2001年ですかね、だからもう15年近く前になりますけど、まあ、それでまあそういう携帯用のゲームとかをいろいろ作ってたんですけど、うん、で、まあ、ちょっと長くなっちゃってすよまあ、それで、まあ、今の会社はそういう、まあ、いろいろだから私ハードウェアとかソフトウェアとかそのゲームとか含めていろいろ作って新しいものでどんどんなんか作るっていうことをやってたので、まあ、こっちの会社でもですね、今、まあ、作った会社としては3社目ぐらいなんですけど、でそちらの方ではあの、まあ、あの主に新しいこうやっぱり技術を使ったいろんな商品をちょっと作ってみて、うん、で皆さんに提供できればっていうことでやっております、うん、でまあ、沖縄の方では特にあの私はもともとそういうエンターテインメント業界なので、うん、あのまあ、観光とかですね、特にね、はいはい、うん、観光にこううまく使っていただいたらいいんじゃないかみたいなものをいろいろこう提案して、うん、まあ、やってきてるっていうような状況ですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、なんかすごいですね、はい。何か先駆けをずっとゲームだったり 3D だったりっていう形でバイオニア的な、ね、そうですね。すごいのがとにかく、まあ、好きなんですよ、ね。ええー。というかね、逆にそうじゃないとなんかあの なんていうんですかね、あのつまらなくてあのいられなくなっちゃうっていうたちなんでしょうねきっとね。もう私すごく今日ほっとしたのが、うん、あの三四郎さんから今日 3D プリンターの、うん、あの、はいはいはい、開発者の方がいらっしゃいますって言った時に、はいはいはい、イメージが、はいはいはい、なんかやっぱりちょっと理系の、はい、ちょっと専門用語がちょっとありのみたいな、ちょっとお堅い方っていう感じのイメージがあったんですけど、武田さんが入ってこられた時に、もうなんかやっぱり何か楽しいことが好きってお話しされてたので、先ほどもねちょっとお話しされて、ね、していて時に思ったんですけど、目がキラキラしてて、ね、ちょっと徹夜でねお疲れのところ今日お時間作っていただいてありがとうございます。はい、だけど何かね、あの今のお話されてる姿とか、なんか人柄がすごく溢れてて、で今日もまたね、あのちょっと今画面上では見えないんですけど、ね、実際 3D プリンター、あの作っていそうですね、ものっていうのを、ね、お持ちいただいた形で、よければちょっとご紹介していきたいんですけど、面白い、私初めて 3D プリンターでできたものをちょっと見るんですけど、すごいですね。これ素材は、はい、すみません、あの普通の、プラスチックなんですよ。あ、なるほど、なるほど。で一応ね、でもあのちょっとだけいいプラスチックを使っていて、ああの PLA って言うんですけど、あの、うん、成分解性プラスチックって言って、まあ、スチウム埋めとくとあの、まあ、あの分解しますよとか、あすごいですね、あまり有毒物質までないよとか、そういうのであのすごい、少しだからあの、うん、ね、あの普通のプラスチックよりちょっと健康に良さそうなものをちょっと利用して作らせていただいてで実際 3D プリンターっていうとちょっとイメージするのが、はい、あの、はい、テレビとかでよく見るなんかちっちゃな銅像を作りますみたいな、はい、イメージだったんですけど、はいはいはい、すごくいろんな、ね、あの製品ができるんだなと思って今、はい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 、面白いと思って見てるんですけど、あの白いやつはこれはな、これですか、はい、ちょっと、ね、あの画面にもしよければちょっと こうなった、うん、これはすいません、これはですね、何でしょうか、ね、あのなんていうんですかね、あの結晶の構造をちょっと作ってるんです。なんでかっていうと、こういう形であの原子とか組み合わさってるとですね、すごい硬くて軽い物質ができるって言われてて、しかもこういうものを この形を作ってあげるだけでもやっぱり軽くて硬いものが、まあ、すごい作れるよっていう、軽いですね、そうなんですよね、すごい、でこれだとだから、まあ、あの要はね本当にあの
軽くても丈夫ないろんなものに使えるようなものが作れるんじゃないかなっていうことで試しにこう設計してですね、ポリポリコロナが作ってみて出してみたんですけど、これ24時間かかったんですけど、ね、ガーッと出すのにですね、すごい、はい、まさしくこんなようなものも、はい、かと思いきやまたちょっと可愛らしいものだったり、こういうちょっと見れますかね、可愛いですね。これ色付けとかはどんな、これは色付けは完全に手でやってます。あ、なるほど。できた形を、はいはい、だけどこうやると置物的なものでできるという形で、ちなみにこれは、ね、皆さんあんまりご存知ないんですけど、はい、沖縄 の、はい、なんていうか古くからのおもちゃらしいんですよ。これはカロービンガっていうですね、女神様らしいんですね。なるほどなるほど、でそれがこういうおもちゃになっているっていうものなんですけど、これちょっと作ってみて、まあ、こんな感じでちょっと羽動いたりとかですね。で色は一生懸命彫ってて、どなたがされたんですか？これも、まあ、この辺のデザインもそうなんですけど、うちのおばさんがやってるんですけど、ね、すごい、すごい湯気がいらっしゃいますね。まあ、プロではやってたんで、あ、デザイナーをやってるんで、そういう感じでいろんなものを、すごいですね、とか、あ、かわいいですね。鳩ですね。なんか私のイメージするこういった感じがちょっと 3D プリンターのなんかイメージはこういうちょっと銅像というか、ターミネーターの、ちょうどね、はー、本当だ。シュワルツェネッガーのターミネーター2の時にちょうどやられちゃったターミネーター、ここら辺にこう穴開いちゃって、あ、これガーンガーンってやられて、あーってこう倒れちゃった時、あー、すごい、これ不安飛びつきますね。すごい素敵ですね。こんなのも結構すごいかと思いきやね、まあ、こういうシーサーなんかも、ね、いいですね、作れちゃいますね、いろんなものが作れますよね。で、すごく驚いたのがここのね、で最近こうやってるのが、こういうこれシーサーなんですけど、これはクッキーカッターっていって、要はクッキーの型になるものなんですね。これでクッキーを実際焼いて食べてもらいますよっていうようなものです、ね、ちょっとすいません、今はいはい、ね、画面上の方のみのお伝えになるんですけど、この型をクッキーの型のをちょっとなんかくり抜いた 3D プリンターの作品があって、こうやって型こうかな、こうやって作るんですね。キュッて押し、外枠で押して、ね、中、生地に中をキュッと押してあげると、はあ、すごい、こういったのもね、すいません、いいですね、まさに振る舞えばよかった。そして今の季節ならではのクリスマスツリーとかサンタさんもあります。いいですね、これでお子さんと一緒に作ったりとか、はい、そしてまた 何がすごいってデザインをされてるのが、それもやっぱり右腕の敏腕右腕の奥様がすごく珍しいクッキーの方でよく売れてるというのが、実はこれ何か分かりますでしょうか。ちょっと昭和なんですけど、あられちゃんとかでよく出てくる、ね、排泄物です。ラジオで言っていいのかどうかなのか分からない、だけどすごく売れてるらしいですね。そうですね、これとなかなかないですよね、さっきお見せしたね、この、ね、この筋肉ムキムキ、ね、筋肉マンみたいな、これが意外に人気なんですよ。なかなかこういうクッキーないですもんね。そうなんですよね。これでクッキーいっぱい作ってザーって並べて、写真撮って喜んでる人とか、ね、あ、いいです ね、 ですね。またできた後ね、デコったりもできそうですし、はいはい、そうなんですよ、すごい、だから 3D プリンターでまたいろいろなね、はいはいはい、この置物的なものから、ね、この、はい、ね、で最近はこのナンジーっていう あれですね、これは南城市の観光協会さんと一緒に作ったやつで、こうか、かわいいですね。ちょっとすみません、光でボケちゃってるかもしれないんですけど、かわいいですね、はいはいはい、じゃあ観光協会の方、そうですね、おー、すごい素敵、はい、じゃあこういった販売を、そうですね、でこれは実際もう、だからいくつかの店舗で販売していただいて、あ、じゃあ店頭販売、そうですね、特にアメクに、リボンさんっていうケーキ食材店さんがあって、まあ、ケーキをね、作るための材料とかを置いてらっしゃるお店があるんですけど、はいはい、そちらの方に、まあ、8月ぐらいから置いていただいたんですよ。あ、そうなんですね、そしたら、まあ、結構売れてるみたいなんで、どんどん今だから品揃えを増やしつつ、あ、いいですね、クリスマスもですね、これを作って、はい、だから、あ、いいですね、実際に売ってますので、じゃあ店舗で購入できるのは、はいはい、このリボンさんとか、あとこちらは当然南城市なんで、先ほどの南城、南城、岩住駅っていうんですかね、南城市の観光協会のお店があって、はいはい、そ
そちらの方でやっぱり打っていただいて、あ、なるほどなるほど。あとはあの裏添えのおもちゃ屋さんの、あの、カース様チルダさんっていうお店とかですね、はい、あの、まあ、そこはあの、なんだろう、あの外人住宅みたいなところに、はい、あの、まあ、あの、お子さんが遊べる場所と、うん、あの、おもちゃをいろいろ売ってるところがあるんですけど、はい、そちらの方に置いていただいて、うん、あ、なるほど。例えばそういった情報を何か一括で、何か例えば先ほどの武田さんのところの何かホームページだったりとか、何かちょっと、あ、そうですね、あの、うちの方のホームページに見ていただければ、はい、いろいろその紹介はしてます。じゃあよければ後で、はい、あのひよこウェブの方にホームページのリンクしたりとか、ね、ぜひぜひ、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ちなみにおいくらかを聞いていいんですか、はい、ね、だいたい、まあ、700、800円ぐらいな感じで、ね、いいですね、ずっとね作れますしね、すごい、はいはい、やっぱね、その辺が、うんうん、あの今までだとこういうのってやっぱり 2,3 千円とかしちゃってて、それだとなかなか皆さん手が出ないっていうのもあって、でまた素敵なのデザインなんですよ、この、はいはい、ならではのね、ね、もうね、いろんなものができちゃうんで、本当面白いですよね、うんうんうん、あの結構だから1日で絵描いて、もうその日のうちにこうやって試作で出して、うん、もう次の日にはクッキー焼いてみてみたいな、ね、こんな感じ で、 いいで、ね、それで1個分かりみたいな、いいですね、感じなんです。例えば何か、ね、ふと思ったんですけど、あ、こういうの作ってくださいみたいな、あ、オーダー的なものとか、オーダーをあの受け付けていまして、はい、すごい、で例えばこれ、ね、これあの足ですけどこれ実は赤ちゃんの足型なんですよ。あ、本当の、そうそうそう、写真をベースに、あの、ちょっと足型作ってくれませんか、私の紙でやったほうがいい、ここ、こう足型、かわいい、そういうのを例えばそういうメモリアル的なもの素敵ですね、だいたりも知ってますね、なるほどなるほど、はいはい、だからあと結婚式のね、何か引き出物的なものだったりとかもね、いろいろ、あ、すごい、はいはい、じゃあ、そういったご提案だったりとか、はいはい、オーダーの受付も、はい、なんかまたホームページ上とかで、そうですね、すごい嬉しい、オリジナルだね、いいですもんね、はい、最近だから本当そういうので、あのいくつかあのこんなの作りたいんだけどな、ね、みたいな話で結構いただいてきてますね、楽しい、じゃあこういった置物的なものも作りたいですって言ったら、まあ、それもね、あの、全然大丈夫です、ね、だからまあもともとそうやって 3D のものを作ってた人間たちなのでまあそれこそあの 何千個って単位で作ってるわけですよ、もうピンから切りまでいろんなもの作って、で今まではゲームの中でしか使えなかったんですよね、それがね、うんうんうん、それがこうあれなんか表に出てきちゃったよっていうか、これすごいことですよね、そうなんです、それがやっぱり我々もびっくりっていうかね、じゃあぜひ自分の脳みそのものを具現化できるツールとしてね、 3D プリンター、はあ、素敵ですね、じゃあぜひこのホームページで、はいはい、あの、はい、販売元のアクセスだったり、はい、自分のオーダーのね、すみません、もう一度社名とか、あの、もう一度おかげ、ちょっと私インタラボで止まっちゃいました、でもね、インタラクティブ、インタラクティブ、ラクティブ、楽しくてすみません、はい、いえいえ、インタラクティブ、はい、ラボラトリー、ラボラトリー、ラボラトリー、まあ、研究所みたいな、まあ、研究してないですけどじゃあ、まあ、検索の時にの、まあ、沖縄が、ね、沖縄が、で沖縄武田さん、はい、かっこいいみたいな、堀三四郎さんみたいな言い方してしまいました今で検索ねなるほど素敵ですね、じゃあ今はあの会社としていろいろされてるということなんですけど、メインとしては、まあ、3D プリンター、 3D プリンターがねなんかちょっとメイン事業になっちゃってるっていうかちょっと手を出してみたら意外にこう やってる感じになってきてますね、いいですね、で今忙しいのがなぜかっていうのも、はい、実は、はい、あのこれをですね、はい、あのまあうちで買った 3D プリンターがあるんですけど、はい、あのいつの間にかそのメーカーさんとそのメーカーさんと一緒にちょっとやってたりして今、あ、その 3D プリンターのメーカーさんと、3D プリンターのちょっと磁気商品をですね今一緒に作ってる、 3D プリンター自体を、はいはい、すごいですね、そういう状態にちょっとなってたりしてですねすごい、でそちらの会社さんが、まあ、ちょっと新製品を今、まあ、ちょっとなあの詳しいことは、ね、言わないですけど、ね、ちょっと、まあ、画期的なもうちょっと新製品を、これは来年とかメド的に、そうですね、はい、作られてまして、そちらの方の、まあ、プログラム的なとことかを我々の方でやっぱりやってたりするの でそこで今まあすごい装置ですねまあそれでもう全くあのすいませんあのご連絡取れずっていうか、はい、お忙しい中ありがとうございます、もうねちょっと
ひょっとしたら明日か明後日に東京に行くかなみたいな状態で、あ、そうなんですね、そのままお正月までお仕事をしてくださいみたいな状態になるほど、年末年始はちょっといろいろと集中、はい、とちょうどねその新製品をね、あの、はい、セスっていうあのアメリカ の展示会、うん、あのコンシューマーエレクトロニクショーっていうのがあってですね、はいはい、まあ要は世界一の家電展示会みたいなところだと思っていただけるんですよ。もうなんかちゃんと見て回ると3日ぐらいかかるぞって言われてるような、ものすごい広い規模でやるところがあって、はいはい、そちらの方に実はその新商品をね出したいということで今準備中なんですよね。もう来年の頭でお正月なので、お正月中ぐらいなので、それでもう今その準備ですぐ世界なんですね、やっぱりね。すごい、ありがとうございます。もう先ほどね寝ちゃったらどうしようって言ってるけど、まだキラキラされてるんで、そろそろちょっとすごい。あとちょっと気になってるのが、先ほどのね、はいはい、あの、はいはい、面白い商品が、まあ、それでちょっと、ね、その実は 3D プリンターにも実はこれ組み込むんですけど、まあ、こんなものをちょっと作ってて、これはあの私もともとハードウェアの設計とかもするんで、あ、それちょっと最近それで作ってみたものなんですね。でちょっとあの面白いのは、なんていうのかな、言っちゃうとものすごい安いんだけど、うん、まあ、CD 以上の音質が出るものが一応出ますというものなんですよ。でちょっと今までではちょっとありえない回路でちょっと作っていてですね、うん、なんかこう真ん中辺にあるのがこう CPU っていうやつなんですけど、なんか CPU1 個でしかも激安で、まあ、これ以上安い CPU はほとんど売ってないっていうレベルの安いやつなんですけど、それ1個だけで、まあ、あの音のプレイヤーができましたっていうか、あのメモリっていうかデータはデータはあるんですよ。データはありますけど、どんくらい入るんですか。これはね、まあ、あの、まあ、30メガぐらいとかですかね、うん、ビットだから、まあ、数メガバイトぐらいですかね、うん、でそれでここにいて、まあ、あの、まあ、再生するんですけど、まあ、普通に再生すると、まあ、こんなデジタル回路だけなんでちゃんとした音なんてできないっていうか、まあまあちょっと音質落ちちゃうんですね。だけど、まあちょっといろいろ工夫をしてですね、あの、まあ、こんなクソ安い CPU でも、まあ、すごいいい音が出せるようになりましたっていうものをちょっと作ってみたっていうところで、でこれはねだからまあそういうあの 3D プリンターなんかにもだから組み込んでくださいよって言って実際使っていただいてるんですけど、あの私が特にこれをちょっと今日ご紹介したかったのは、あのものすごい安くて、まあ、いろんな音が出せるんですね。でなのであの、まあ、いろんなとこに要は組み込めちゃうわけですよ。今まで全然音をこんなとこじゃならないよねっていうようなものにも組み込んでいけるのかなっていうところで、しかもいい音で出せますよっていうふうになると、もういろんな、もうなんか今までなんか全然喋んないようなこのペットボトルが例えば喋ってみた人がですよ。すごい有名だ。それのなんか服とかネックレスとかに組み込んで、うん、よく犬とかに香りで癒しとかありますけど、 うちの奥さんの服にこう組み込んでこう安らいでもらうみたいな、ね、ね、そういうものでもいいですしね、はい、あのと うち中なんかそこら辺中なんか喋っちゃうとか、すごいですね、そういうことができるんじゃないかなっていう、なんかもうあそこにいる理系男子の目がキラキラしてます。何かこれでってイメージね、なんかこれからイメージで何か発想していってます、はいはい、すごい軽くてちっちゃいですよね、でも本当はもっとちっちゃくできるんですけど、まあ、なんでかっていうと、あの片面基板っていって、まあ、ちょっと専門的なんですけど、あの要は基板もすごい安く済むように作ってあって、むしろペロって広く取ってるけど、まあ、製作費は激安になるようにっていうふうに作ってるんで、まあ、これぐらいなんで。先ほどね、あのラジオ始まる前に 音響、ちょっとこれ本当は、ね、鳴らしたかったんですけど、ね、聞かせていただいたんですけど、すごく綺麗な音が鳴ってたんで、もう全然ノイズも何もない、ね、それから音が出るんですか。先ほどちょっとあの放送前になったのはこれからなんですよ。スピーカーはいるんですか。もちろんスピーカーはいるんですけど、もうスピーカーそのまま出せば OK みたいな。スピーカーって言ってもね、震えるものがあればいいので、紙コップとかなんかそういうのでもなんかなりそうな。あ、そうですね、そういうことでもなせるかもしれないですね。あ、何か生まれそうですね。マリノさんにつないでこう震わせると、ちょっとね、あの電線くるくるって巻くとあのコイルになりますから、それとで磁石をくっつけて、あと紙くっつけてあげるとね、あのなっちゃったりするかもしれないですよね。なんかどこかの企業が飛びつきそうですよね。ね、今
話題の下町ロケット的な開発を。すごい武田さん。かっこいいですね。でもこれは本当だからね、あのそういう沖縄の企業さんにね、ぜひお土産品なんかにだからどんどん組み込めるんじゃないかなと思っていて、そうですね、まあ、そういうのがあるんでちょっとね、うん、ご紹介をしたかったっていうところがありますね。こういうものを作ってみたりって、これはだからいわゆるあの、まあ、最近で言うとあの IoT とかよく言うんですけど、うん、あのいわゆるまあインターネットオブシングスっていうも、まあ、物にか全部インターネットにつながってますよみたいな、あのそういうもののまあ研究開発のまあ一環としてこういうのを作ってるんですけど、要はこれをまたあの、まあ、ちょっとこれにまたつけてあげるともうあのネットにつながって、まあ、ネットから指令してあげるとこいつがなってくれるとか、そういうふうにも なるわけですよね。で、まあ、いろんなそのセンサーとかそういうものをねつけて、まあ、温度だってこれでこうちょっと測ると何度ですよとかすぐ教えてくれたりっていうふうになりますし、そういうこうまあいわゆる IoT のまあ部材としてもまあ使ってもらえるみたいなところがあるかなっていうところです。すごい、なんかドキドキしますね。夢あふれる。すごい使ってもらえそうだなと、まあ、こういったものとか、あとまあ私もともとこういう、まあ、光ってるあの音鳴ったりっていうのがやっぱり好きなので、うんまあ、光る方もやっていてですね、はい、であの LED を、まあ、やっぱりフルカラーでこう光らせたりっていうような技術で今いろいろちょっとやってることがあるんですけど、はい、あの昔の LED って、まあ、いわゆる一色で赤でピカピカって光るとか、うんうん、青でピカピカって光るとか、はいはい、あのね、あのそういう看板みたいになるとピカ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 って光るって、うん、そういう世界じゃないですか、はい、でもあれがやってるやつっていうのはもうそういう感じじゃなくて、あのいわゆるフルカラーの LED っていうものを使うんです。そうするとあのいわゆるあのテレビなんかとして1600万色の色が表現できるので、はい、非常に淡いあの柔らかい光とかトーンみたいな、そうですね、そういうのがあの自由に作れるっていうようなものをちょっと作ったりしていますね。そう、武田さんのこの会社ではそういったこのいろいろ試作品だとかそういった何かあれとかっていうのがもう溢れてる感じでしょうか。まあ、そうですね、ね、すごい。そうですね、あの、まあ、特に私が好きなんであのもう、ね、仕事をしながらまた仕事の合間にまたこういうの作ってるみたいなですね。すごい、よく分かんなくてですね。いいですね、面白い、ちょっと覗いてみたいです。これなんですか。いやちょっと奥さんにはよく怒られます。ちょっと助けなさい。ちょっと怒られるんですよね。敏腕右腕の奥様。すごいですね、やっぱりこういったものを沖縄のなんか観光の、はいはいはい、産業とかとリンクしてというのが、はいはい、武田さんの、はいはいはい、すごい素敵だと思います。これ何か生まれそうですよね。はい、ね、あのぜひね、これでお土産とか光るものも含めてね、ちょっとお土産品作ろうって今、まあ、いろんな人とちょっとお話をしています。ね、いいですね。もうこのラジオをお聞きの企業の様、はいはいはい、ね、ピピッと来たらまた、ね、そうですね、あの、ぜひ、待ってください、インタラクティブラボラトリー、なんでもよい、インタラクティブラボラトリー沖縄、はいはい、で、はい、まあ、武田さん、かっこいいで検索していただけたら、たらまあね、あの、アクセスできるということで、はいはいはい、すごい溢れますね、夢ね、素敵です。なんかこれからのまたじゃあこの 3D プリンターの開発もそうですし、先ほどこちらのね音響の開発もそうですし、何かまた今年来年に向けてまた何か新たな野望って他にあるんですか。まずは 3D プリンターですかね。そうですね、まあ、あの今ちょっと手いっぱいって言ったんですけど、ね、それから言うとあのもう一個やってるので、あのちょっと植物工場さんと今やってるやつもあって、あのちょうどあの名護の方で、はい、あの植物工場を実際にやられている会社さんがあるんですけど、はい、ちょうどそちらと今始めてますね。でちょっとその植物工場もあのまあなんていうかね、今までってあのその方がすごい苦労されたって言っててですね、あの植物工場のシステムを入れるじゃないですか、はい、こうなんかこうすごい2000万とかかかったって言ってるんですけど、そういうものでこうドーンって入れてあの機密室にして、はい、あの入る時に空気をバーって浴びたりしてね、はいはい、すごい無菌状態で作るんですけど、うん、その機材がやっぱり2000万ぐらいするんですって。ですけど買って入れたら、あの入れたとこの会社さんがね、あの最初1週間ぐらいちょろちょろって教えてくれたんだけど、その後来ないって来なくて、あの
どうやって作ればいいか分かんないんだって教えてくれないんだそうですよ、何にも分かんないところから自分で一生懸命そのこうやって育てるんだっていうのを今、ね、何年かやってやっと分かってきて、まあ、それで今いろいろなとこに入れられてるんですけどね、野菜とかね、なんてすごい苦労されたって言ってて、だからこれからはそうじゃなくてやっぱり入れたらすぐにこう育てられる、やっぱそういうノウハウ付きでちゃんと売りましょうよ、それはそれをシステムがちゃんと覚えてて、ちゃんとこうね自動でいろいろやってくれるし、あとやっぱり人手も必要なんですよ、こういうのって、あの農作物なんで、どうしても機械任せじゃうまくいかないところもあるわけですよね、生き物なんで。でそういうところも人手でやっぱり調整もうまくしながら、そういうノウハウも、そう育てる人のノウハウも入れつつ、そういう機械で任せられるとこはうまく任せようみたいな、そういうふうにしたらすごいいいシステムになるんじゃないかなっていうことで、そういうシステムが実はちょっと作りかけてるところですね。まあだからでもそういうのを作って、しかももうだから安くしたいんですよ、何千万もかけないと入れられないんじゃみんな作れないわけですよね、しかもあの電気代も高くてだと全然始まんないんで、全部 LED にしてね、そういう色もあの最近いろんなノウハウがあって、あのこの色がいいとかあの色がいいとか、あの芽が出るときはちょっと青がいいとかね、そういうのがいろいろあるんですね、しかもその当て方もなんかこうこんな風に当てるとうまく育ったよとか、あそういうのがいろいろあって、だからそういうとこうまく使うと電気代もこうぐーっと抑えながら、どんどん野菜が作れるようになるんじゃないかなっていう、そういうとこなんですね。しかもそれを、まあ、沖縄発でねそういうシステムを作ったらもう全国なり世界なりちょっと売っちゃおうよみたいな、ね、素敵ですねそういう話をしながらちょっと作ってますね、すみません前後しちゃうんですけど、武田さんはご出身はどちらになるんですか。私はね、すみません、ちょっと興味を、まあ、いろんなとこ転々としてたけど、あの生まれは埼玉県なんですよ、でその後は愛知県にちょっと行って、あのその後岐阜県に行って、で学生時代はずっとだあの東京に行ってっていう感じですかね、で東京でもう25年ぐらいずっと、池袋で25年ぐらいずっといたんですけど、その後こうちょっとフラフラしながらあのこちらに来て、ね、沖縄に来られた何かきっかけというか、沖縄にはあの、まあ、あの昔からそういう会社をやってたんですけど、その会社 の、まあ、あの人があの沖縄の人がいてですね、非常に優秀な方がいたので、まあ、あのそういう方と話してるうちにこう沖縄すごい楽しそうだな、そのうち一緒にやりましょうよっていうことであの考えてたんで、あの、まあ、そのきっかけをちょうど、まあ、前の会社からちょっと新しい会社を作ったんで、それだったらこっちでちょっとね、まあまあさっきお話したように観光なんかに特に関係した仕事もやりたいしということで、観光はやっぱりね沖縄最大じゃないですか、もうね、素晴らしいところなので、ここでぜひ試してみたいということで考えをしていただいて、ね、先ほどからとかお話をお伺いしながら、はい、沖縄愛がだからすごく感じる、ね、沖縄からって言っていただくんで、すごい嬉しいなと思って、ちょっとなんか沖縄とのきっかけをちょっと、ね、お伺いしたんですけど、はいはい、だからまあ好きでやっぱり、まあ、学生時代から結構旅行ではね、うん、来てたりとかもしたし、海が好きとか、ね、そうですね、あ何気に海男なんですか、いいですね、海男じゃないんですけどあの泳いだりもあんましないんですけど、やっぱ海見てるのが好きっていうのはありますね、やっぱりそこは沖縄の人と同じですね、私たち沖縄の人も入るよりは、はいはい、見に行くか、はいはいはい、酒盛りする場所かっていうところは、そうですね、バーベキューですね、楽しいですよね、なるほど、そうなんですか、じゃあもうちょっと沖縄からいろいろ発信して、そうですね、これからも、あすごい嬉しいですね、沖縄やっぱりね、でも私思うのは、うん、あの若い人もすごい多いじゃないですか、で本州の方は若い人どんどん少なくなってて、それこそおじいちゃんおばあちゃんばっかりになってきてるじゃないですか、なんかつまんないですよね、やっぱ沖縄の方が全然若くて面白い、いや伸びるのは沖縄だよって思うんですよ、私はね、完全に沖縄の味方ですありがとうございます、はい、もうこの12月ね、はい、クリスマスイブだというのに暑い沖縄ですが、はいはい、そうですねね、なんか、ね、夏日なんですか、そうなんですね、私なんか今日着ながらクーラーつけちゃったりして、はいはいね、いや私もつけてます、慣れましたもんこの気候も、はい、あそうですね、だいぶ慣れてきましたね、よかったです、はい、じゃあ、 あのなんかやっぱりこのいろいろな業種をされてて、なんかやりがい感じる時とか、武田
武田さんがなんか、はい、やりがい感じられる時とか、例えばどんな時とかが、うん、やりがいはやっぱりね、うん、あのこういうのって作るっていうのは、はい、まあ楽しいんですけど、やっぱりすごい苦しいとこもあって、うん、まあやっぱり動かないですね。ほとんどの時間は動かないっていう状態。例えばこういうものを作るときもですね、何日間かはのピーピーとかガーガーとか鳴らったりするんですよ。はいはいはい、もうキーってなっちゃって、あ、うるさいってみんなに言われてですね。そんなことやりつつ、だんだんちょっと、あ、ブリブリって音がしたとか、うん、あーって言ったとか、うんうんうん、あのそうやってだん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 こう近づいてきて、うん、である時フッてその雑音が消えて、こういうあのノイズなしの音がパッと流れた瞬間とか、あ、うん、やったよみたいなね。あ、すごい。やっぱこうそういうあの達成感みたいなね、動いたとか、あのそうやって世の中に出て、あのお客さんが楽しんでいただいてるっていうのを見るっていう、そういう瞬間がやっぱり一番楽しいですよね。そうですね。もうそれが、それを経験してからやめられなくなっちゃったんじゃないですかね、やっぱりね。武田さんがだから すごいなって本当に思うのは、この研究して出すまで全部ご自身でされてるっていうところね、そして お客様とのつながりまでされてるんで、すごいですよね。いやでもやっぱそうしないとね、はい、いやまあいろいろやってみたんですよ。私もともとあの、はい、さっきお話した研究職側にいたので、うんうんうん、逆にそうするともうあのお客さんの反応全然わからない場所にいたりするわけですよね。でもまあ自分はユーザーの立場でゲームセンターとか行くからわかるんですけど、はい、とはいえなんか間にこうね、営業の人入るし、その実際のゲーム作ってる人も入るしとかになってきちゃうと、もう離れちゃってね、でそうするとつまんなくなっちゃうんですね、それが、なんか自分の作ってるものがあの本当にどういう意味があるのか分かんないなっていう気がして、だからナムコって結構、まあ、会社としてはまあ今でもね大きくなっちゃってて、まあ、あの別に勤めるつもりなら一生そこに勤めちゃってもよかったんでしょうけど、ちょっとこのまんま俺一生この会社に勤めてて楽しいのかな、どうなのかなってちょっと考え出しちゃってですね、でちょっと飛び出しちゃったっていうところはあるんですね。すごいですね。だからそうやってやっぱりこう作ったものを直接見ていただくっていうのが一番楽しいからなんですよね、やっぱね、それをやってるのはね。すごい。過程はまあちょっとプロセスとしてはね、あのあるとは思うんですけど、やっぱり武田さんの思いの体温を伝えて、お客様から体温伝わるっていう、そのあれがね、武田さんのやっぱりじゃあ、あのやりがいというか、そういった形になるんですかね。そうですね。すごい。だからこの目のキラキラが徹夜明けでもキラキラ、寝不足でフラフラ。じゃあいつもはもっとキラキラさらせるんですね。ね、しばらくはね、年末年始いろいろとお忙しいかと思いますが、はい、何か武田さんの方からちょっと何かお知らせしたいこととか、何か、はい、あの何かありましたら、特に考えてなかったすいません、でもその楽しいって、はい、あのビジネスの場では、はいはいはい、あのタブーだった、なんかふざけるなとか、うん、遊んでるんじゃないよとかって、僕もこの前も怒られたばっかりで、でも、はいはいはい、実は楽しいってすごく大事で、うん、ということをね、うん、言っていただきたい言っていただいたっていうか、すごい、はいはいはい、楽しい、そうですね、いや楽しいのが一番だと思いますよ。楽しくないからなんか自殺する人もいるし、でなんか人生って苦しいもんだよみたいな、そういうんでいろんな問題が、それでセラピーとか癒し系が流行ってたりとか、で楽しく仕事をして人のためにもなるっていうのが、あの人生の根本なんじゃないかなという、そうですね、まあ、このクリスマスでサンタクロースに似てるサンタクロースなんですよねっていう、なんか本当に僕にとっては記念の24日、うん、クリスマスイブに武田さんをお呼びするというふうに、はい、あのスペシャルな日にちを開けておいたんですけど、なんかもう今日まで待って信じて待ってて、本当にね、実はこれを作ってたんですよ、今日の朝まで、あの、まあ、これの前のバージョン作ってて動いてたんですけど、うん、ちょっとあのいろいろ改良して作って、うん、これが動いたのが、12時ぐらい、これなんですか、動いた、あ、これならいけるかも
ちょっとそれでちょっとお電話してみたみたいな。ちょっと集中したいしみたいな。もうだから明後日から東京だしみたいな、間に合わないしみたいな状態だったんで。今日生まれた日なんですね、まさしくまた、はい、再度進化して、はい、この基盤は ね、はい、すごい進化。僕もそのものづくり、東京の下町の町工場出身で、はいはい、あの後継ごうと思ってたんですけど、特化、はいはい、して家出してきたんですけれども、ものづくりにはこう、はい、思い入れがあるっていうか、うちのモットーで下町のそのあのものづくりっていうのがあるんですけども、なんでそのインタラクション沖縄ラボラティインタラクションすごいすごい、それの、はい、那覇支社を作るんであればぜひ私が、はい、ああねあ、はい、あそうですか、はい、あちらの方もなんかキラ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 理系男子なので、ね、あの募集にある方は、ね、もう集中ですよ。沖縄ってやっぱりものづくりが工場みたいなのがほとんどない、はいはいうん、そうですね。うち来て思ったのはやっぱりそういう方々が非常に少ない、旋盤ボール盤、こう、はいはい、そういったものがなくって、はいはい、溶接とかですね、そういった、うん、でもインターネットであれば資本もほとんどかからずに、うん、あとは人の教育だけで、うん、やりきりだけでできるので、うん、そうですよね、はい、この時代のその IoT、はいはい、うん、そうですよね、はい、特にあの本当に 3D プリンターはあのさっきちょっとお話したんですけども、これあのうち の、 あの食卓のテーブルの上に 3D プリンター置いてあったりするんですが、そのままあの家庭内あの工場みたいな状態になっているんですね。まさしく沖縄のための機械のようなものですね。そうなんですよね。3D プリンターってそのミクロのもう回路まで作れちゃうのが最近出ていたりですとか、あと小さいものではそれです、はい、逆に家とかも 3D プリンターで建てたりもしてますもんね。そうですよね、はいはいはい、そうなんですね。いろんなものが本当に作れるようにね、あの、うん、臓器も作れるんじゃないかみたいな。あそうですね、すごい、細胞をこう置いていくとねあの臓器になっちゃうっていう。あと 3D プリンターなのかなのがよくわかんないですけど、はい、その、はい、すいません、はい、曲がなんかいじってたら飛びました。料理のプリンターもあって、材料を小麦粉とかいっぱい入れてたら勝手になんか料理を作ってくれるっていう 3D プリンターもできてるんですとか、はいはい、そうですね、料理もできるんですよね。チョコレート作ってみたりね、すごい、ピザ作ってみたりね。なんか近未来ですね。そうなんですよね、すごい。いよいよこうもうピッて押すとこは助かる。あ、すごい、いいです ね、 そうですね、広がりますね、うん、だからそういうのも作りたいんですよ。で今だから私がそういう 3D プリンターの中もちょっと一生懸命いじってるっていうのも、うん、やっぱりそういうものもちょっとやりたいですよね、うん、ぜひね沖縄でもやりたいんですよ。だからいろんな人とそういうものをちょっと作りたいなっていうふうには思ってますね、うん、すごい、もうすいません、もうすごいって言ってしまう。でもやりたいっていう思いはあの、あるということで、なんか松下幸之助さんがその工業製品を普及させるにあたり、あの水道のように蛇口をひねれば誰でも水が飲めるように、その質の良い工業製品を届けたいという思いで、ここまで自社も発展したし日本の経済にも貢献してきてくれたように、 3D プリンターもまた新しい次元でいろんな困ってる人を助けられたりして、ね、新しい次元を開いてくれるような。そうですね、はいはい、そうだと思う。最近だからそういうちょっとご相談いただいているものもやっぱり金型を作ってしまうともう何十万も百万もかかってしまって、あのできないでずっとこう置いちゃってたものを、あちょっとこれできるかなって言って持ってきていただいたりっていうのがちょうどありますね。手足がない方 の、 その義手とか義足とかも、あんなのも初めから作ったら膨大なお金かかるのに、これだったらオーダーメイドでとか、ね、そうですよね、はいはいはい、愛情こもった機械だな。そうですよね、はい、そういうのもやりたいですよね、はい、本当にだからいっぱい可能性あるんで、しかも安いんですよね。だから今までに比べてやっぱり安くできるっていうところは非常に大きくて、安くてしかも早くて、そうそうそう、しかもオーダーメイドで、そう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 、
いいことずくめじゃないですか。あとはですけど、ねね、まあちょっと材料が柔らかすぎていろいろちょっと硬いものには使えないとか、まだまだできたばっかりですからね。これからでも本当に将来性はバッチグーですね、うん、そうですよね、入れ子構造になってて、どんなどうしてこんなの作ったんだみたいな、もう複雑なものまで作れたり、そうですよね、あのこういうものも、これもあのプリンターを出して、しかもちょっと柔らかいゴム素材で出して、ね、すごい、これ一体で出しちゃうんで、あのもう出した瞬間に組み上がっていく、すごいですよねこれはちょっと言葉では説明しにくいんですけど、ぜひホームページで動画でベアリングとかこう入れ子構造になってて、普通じゃありえないようなものもちぎめなく作れてしまったり、恐ろしい、面白い、なんかファッションショーの記事とかにもなりそうですね。あ、実際 ねそれで随分ファッションショーって今使われてるみたいですよ。そうですね、すごい、海外ではもうだいぶ増えてきてます ねなんか軽いカサンダルみたいのも複雑な形状で作れたり、そうですね、カバンとかね、すごい、すごいですね、 3D プリンターの可能性はもう多岐ですね。すごいんですよ、すごい、なんか今日クリスマスということで、うちの奥さんのこうプレゼントをなんかあ、なんかちょっと、はいはい、急な、ね、急なサンタさん、そうですね、あのぜひあの、ね、試しに使ってみていただきたいなっていうのもあるんで、どうしましょうかね、なんかあのこういうものをあのじゃあこのクッキーカッターを例えばあのどれかいいですね、これかわいいの、あれなんですか、先ほどご紹介しなかったですけど、石ガント、何人かの方、じゃあ、なんか催促したみたいで、あ、いやいやいや、それはもうねクリスマスですから、もう当然ですよねあ、でも本当使ってみていただいて、本当クッキー焼いてみると本当面白いですから、ね、ぜひやってみてください。この、はい、年末で忙しくて、徹夜明けで、はい、うるま市から無理に来ていただいた上でプレゼントまで請求されてる、ぜひぜひで、よかったらでも使ってみていただいたら、今度はあのリボンさんとか行ってね、ちょっとだけまた別のも買ってみていただければ、ね、そうですね、いろいろねバリエーションで、うん、はいはい、すごい、あのこの後はだから今ちょうどクリスマスで、あれなんですよ、クリスマスでね、もうなくなっちゃったって言って、この間も追加オーダーいただいて、うん、もうクリスマスまでね1週間ぐらいしかないんだけど、慌てて作って持ってったんですよ。そういうのもできるのも、まあこういうののいいところなんですけどね。だから今度はあの一応あれだ、バレンタインに向けてまたいろいろ今制作中でございますので、いいですね、そちらも出てきますので、はい、バレンタインはですね、実はひよこの日なんですよ。そうなんですか。はい、あのひよこウェブ設立記念日で、で後から多分数えて、もう一回数え直してみるんですけど、1月1日2日3日ってこう1、2、3って数えてくださいね。で1月31日で31日目で、2月1日は32日目で、ずっと数えていくと45日目になるんですよ、2月14日が。なんで145でひよこの日かなとか、なんかちょっとよくわかんないんですけど、まあなるほどみたいな、愛に満ちたひよこの日でということで、はい、1月45日でひよこの日ですね。はい、なるほどね、面白い、まあ、なるほどって言ってもらったの初めてです意味わかんない、いやそれなんかね、あのでもちょっとこじつけみたいだけど面白いみたいなっていいですよね、うん、なんかね。で、はい、まだですね、もうそろそろお時間となってしまったんですけれども、まだ FM2 来の偉い方の許可いただいてないんで、勝手なことを言うなと怒られるかもしれないんですけど、一応案として方向性として私はあの引退することにしましたので、でも最後の最後に武田さんをお呼びできてよかったなと。まあ、まだ、1ヶ月ぐらいは引き継ぎの期間があるんですけれども、そんで2月14日から正式に引き継ごうかなと思ってまして、ひよこの部屋はあの引き継いだ上で、はい、あの滑る人がいなくなるだけで、その他はあの続きます。でひよこ反省会はですね、名前を変えてひよこの覚醒、もしかしたらまあなんかになる、はい、でなる、那覇の ひよこスタジオというのを作ってまして、それでユーストリームと、まあ、ホームページで
ひよこ反省会は勝手に続けようかなと思ってるんですけども、ラジオ局で FM2 ライでの放送は、名前を変えてなんかマリノさんとその他の人が引き継いでくれるかなというひよこグループで、はいはい、広告費で収入を得ようとすいません裏情報がまだわからないので、はい、今日ですけどね。というわけでですね、本日は睡眠不足の武田さんに無理を言ってものづくりの魂とそして楽しさですね、とあとはマリノさんのパーソナリティデビューみたいな、クリスマスプレゼントでよかったので、ありがとうございます、はい、なんで閉めてください、閉めてください、あ、今閉まって言ってるのだと思ったんですけどじゃあ武田さん今日の感想をデテキラパセッタよろしくお願いします。あ、はい、あ、でも本当こちら呼んでいただいてもう本当にありがとうございますので、はい、もう本当に連絡もしないでなんていうことなんだっていう感じですいません、本当にありがとうございます。いや、でも最高のサプライズっていうかもうね、本当でも まあ、これが動いたのが、ね、すごいですね、誕生の日で、はい、今日は記念する、ね、日ですね、はい、でまた 3D プリンターの開発、楽しみに、ね、はい、武田さんが新聞に載る日が、ね、ちょっとびっくりするかもしれないような、はい、画面が出るかなと思ってるんですよすごいですね、楽しみでちょっと楽しみにしていただければと思います。もうちょっとあと、ね、まあ多分1週間2週間ぐらいしたらもうオープンにできる状態になるところなので、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、武田さんの会社 の、はい、まあ、活動とか、ね、はい、そういった、はい、武田さんの個人情報が知りたい方はですね先ほどお話ししましたインタラクティブラブラトリー、はい、インタラクティブラブラトリー沖縄、はい、合ってますか、はい、大丈夫ですね、はい、で武田さんかっこいいで検索していただいて、そして、ホームページで見ていただけたらと、はい、ひよこの部屋のホームページで、はい、持ってます、はいはい、よろしくお願いします。今日すいません、拙いパーソナリティ、はい、ありがとうございました。もうまた来年素敵な、すいません、平平方法役なんでありがとうございました。はい、はい、じゃあ、はい、それではまた一応来週も放送はあるんですけれども、はい、良いクリスマスをということで、サンタクロースの武田さんにお越しいただきました。ひよこ反省会じゃなくてひよこの部屋でした。ありがとうございました。ありがとうございました。メリークリスマス。